ネクラはとっくの昔に卒業したはずなのに。おかげで昔の自分が目を覚ましちゃったじゃない。パンツなんか履いてるから悪いのよ。例の兄弟ルールの大違反になる。このままじゃ私は正気を失う。そんな不吉なものを今すぐ返却してこないと。